君らに問おう。服とは何か。服とは罪、人間の限界。そう、服とは罪。人は禁断の知恵の実を食べた時、その裸体を恥じ、イチジクの葉で秘書を覆った。人間は人間としての意志を持った時から、罪という名の衣を身にまとうことを定めとしたのだ。我がリボックス社の服はすでに全世界の 90% の国で販売され、圧倒的なシェアを占めている。それはなぜか。我々だけが人の罪を知り、服のための服を作っているからだ。